とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はいどうも皆さんこんにちは、コスケです。めちゃめちゃお久しぶりですね。ということで、まあ久しぶりな理由はまあちょっとね、いろいろ仕事とかがねめちゃめちゃ忙しくて、本当に半年間ぐらい全然動画投稿、まあ、できなかったっていうか、まあしなかったというか、でまあ最近もね毎日のようにコメントが来て、初心者必見動画見てますと、でまあいろんなこと教えてくれてありがとうございますとね、どんどん言われるので、まあちょっとね、しかもなんか動画投稿半年間やめてたんですが、なんか登録者の方がですね、めちゃめちゃ増えまして、本当にありがとうございます。見てくださって。1300人ぐらいだったのがね、1600人ぐらいに、なんか、動画出してなくてもなぜか増えていったんで、まあ、久しぶりにね、動画投稿の方、まあ、ちょっと再開していこうかなということで。で、まあ、投稿頻度なんですけど、まあ、3日に1回とか、2日に1回とか出せばいいかなと思ってます。で、今回何の動画かと言いますと、まあ、タイトルにもある通りなんですけど、このですね、コメントが来まして、コスケさんの初心者必見動画ほとんど視聴させてもらいましたが、本当の初心者には出て、できっこないです、わらと。で、まあ、確かに、今ね、冷静になって考えてみれば、自分のやってたね、初心者必見っていうのは、まあ、モンスターのレアドロだったりとかね。いや、これ、確かに、動画の構成的になんかこう、新しいことやろうって思って自分やってましたが、本当に初心者のためになってんのかというのをね、考え直しました。ということで、今回なんですが、皆様、本当の初心者が知りたいことを、何かなと、ちょっとね、コメントで助けてもらおうかなと。だから、本当にルーンファクトリー4スペシャル始めた方、は、一体何が知りたいんだと。で、自分はもう、なんつうんだろう、もう、まあ、自分で言うのもあれだけど、まあ、だいぶね、だいぶもう、まあ、レベルとかは全然あれですけど、だいぶもう知識的には、もう、やり込めたかなという感じなんで、本当に初心者の方、もう、初めて、もう右も左もわからない。何すればいいんだと。一日何すればいいんだ。もう、何をどうすればいいんだって、その、何をどうすればのところがもう正直わかんないわけですよね。だって、もう全部知識としてあるから、もう、だからなんて言うんだろうな。例えば、この武器を使って、このアイテムを取りましょうって自分言うじゃないですか。でも、実際初心者の人からしたら、この武器を使っているの、まずこの武器ってどうやって作るのっていう話だと思うんですよね。で、多分ね、この動画見てくれてる方、本当に初心者の方とかも多いと思うので、ぜひね、本物の初心者というか、ね、その方たちが、本当に何を知りたいのか、もう、どんな些細なことでもいいです。もう、一番初めはどんな作物を育てていけばいいんですかとか、もうそういう、ね、何々はした方がいいんですかとか、もうそういう、ちっちゃなことでもいいんで、もうしっかり動画にしていきたいと思いますんで、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、それぐらいならね、まあ、仕事の合間にでもいけるかなっていう、そんな気持ちです。ということでね、また動画投稿の方を再開していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。生放送とかもね、多分やるんで、はい、お願いします。それでは、さよなら。